初めて乗る車ってロードスターっておすすめだと思わない？結構この車どこまで行ってもまあ車が壊れることはないよ。そうだね、うん、爆走石崎チャンネル。はい、じゃあ今日も愛車紹介やっていきたいんですけれども、今日はですね、ご覧の通り富士スピードウェイの目の前で撮ってます。今日はですね、見ての通りですね、この NB ロードスターで、実はもうさっき走ってきたんですよ。さっきね、富士のショートコースを走ってきてからの愛車紹介になるんですけども、まあ多分あの動画の最後の方にサーキットの車載動画が入ると思うので、よかったら最後まで見てください。特に喋ることもないんだけどもな、久しぶりに走った富士スピードウェイは良かったですね。じゃあ早速愛車紹介行ってみたいと思います。じゃあ早速紹介していきたいんですけども、車両のオーナー今回も、顔出し NG ということで声のみの出演となります。ツッチーさんです。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ツッチーさんですっつってもね、もう付き合い長いからね、割と ね まあ普通にタメ語でいいと思うよ、ね。白テテ君とかね、そうあそこら辺のネットワークだ ねはい、僕のですね、車仲間のツッチーくんの愛車の NB ロードスターなんですけども、そうですね、ちょっとじゃあ簡単な車両紹介をしてもらっていいですか。まず車が、まあ、NB ロードスターの、はい、前期年式はちょっと96年か97年かちょっと覚えてないんだけど車検証見れば分かる。なるほどね、まあ、NB の1800の前期っていうところ、ね、前期でもうあの車体ナンバー的にもう100番台だから、うん、ド初期、一番最初の車だ、一番最初の方、はい、じゃあそんな車を今日は紹介していきたいんですけども、実はですねこの車両はもうほぼサーキット専用マシンみたいな、そうでもない？背景としてはもともとタイムアタックとかレースを、まあ、自分やってるんだけど、はい、あのタイムアタックとかレースって準備にまあ手間がかかったり、はい、でまあ、お金もかかったりっていうので、まあ、なんか気軽にあのサーキットに行ける車が1台欲しいなっていうので、まあ、たまたまこの車が出てきたって感じで、この車の、まあ、前のオーナーさんと前のオーナーさんも知り合いで、でこれをいじったショップも、まあ、知り合いの方なので、まあ、あの非常に信頼のおける中古車と。はいはい、信頼のおける中古車やっぱこうヤフオクとかやっぱグーネットとか、まあ、カーセンサーとかでまあ探すと、どうしてもやっぱ分かんないじゃん、まあね、蘇生読めねえじゃん、ね、どういう使われ方をしたかっていう、うん、で、まあ、そこら辺がまあ一通り分かってる車なんで、まあ、あとは価格が、まあ、割と知り合い価格だったっていうのもあるんだけど、まあ、あの比較的安価に手に入れることができたので、まあ、これを買いました。で、はい、まあ、中身として、まあ、用途は基本的にはサーキットがメインに、うん、まあ、気軽にもう荷物を下ろしてすぐサーキットを走って、ただまたポンポンと荷物乗っけて帰るみたいな、お手軽に行ける感じ。お手軽サーキット仕様、お手軽サーキット仕様、はいはいはい、そうだよね。値段はね、大体大卒初任給ぐらいで買った20万でしょ、うん、まあ、そこはでも知り合い価格なんで、はい、その実際にこの車両が、まあ、市場に出回ることが珍しいのか頻繁なのかちょっとはそれは分かんないけど、まあ、自分はお買い得かなと思って、まあ、いやお買い得だよ、うん、内容的にはお買い得だと思う、うんうん、だって、まあ、仕様的には気軽にサーキット走れる車として知り合いから蘇生の知れてる中古のロードスターを20万で買ってきましたと。そうそう、20万で買ってきた。で、まあ、ちょっとどんなとこいじってるのかっていうのを見ていくんだけれども、このパッケージで20万は安い、絶対に安いよ、うん、乗ると安く感じると思う。やっぱ外から見るとちょっとボロい部分とか当然見えてくるんだけど、だ、ね、あの意外と乗ると安く感じる車だと思う。そうそうそう、うん、俺もさっき走ったけど、うん、十分だと思う。20万以上の価値あるよ。あるよ、うん、俺も今そう思って乗ってる感じかな。であとね、車の YouTube ってなんかね、ボロいとか汚いが荒れるらしいんだけど、でもね、この車はボロいから、うん、ボロいよね、ボロい。あのねどっちかっていうと、その車を買ったっていうより、もうほとんどそのもう車庫長と3連メーター買ったらもう車ついてきたみたいな、そんなことだよね。そんなレベルで考えていいと思う、うん、なのでこのね、あの 走り屋の車ってどういうものなのかっていうのを今回は、よくよく紹介していきたいと思うので、
これから走りたいなと思ってる人たち、これが現実です。さあ、じゃあ細かいところを見ていきたいと思います。変なこだわりはね、捨てた方がいいですよ。見た目とか。そうだね、うん、走りゃいいんだもんね。走り、そういうところにお金を使って走れない人って結構いると思うんだよね。そうそう、やっぱ割り切るところ、うん、あのこだわるところってやっぱ分けないと、あの、まあ、続かないかなっては思うね。ではですね、紹介していきたいところなんですが、実はこの車、見た目ほぼノーマルでございます。変わってるのがホイール、タイヤ、ブレーキ、あとバケット、まあ、インテリアが少々変わってるぐらいで、まあ、カスタムっていうか、まあ、いわゆるどっちかっていうと走る方向にチューニングされた車っていうのが言い方としては正しくなるかなと思いますので、そうだな、別にでもツッチーはロードスターにめちゃくちゃ詳しいってわけでもないもんね。だってこれ買ったのがね3月ぐらいなんだよ今年は。よし、じゃあボロいところを紹介していこうかね。まあ、まずね、まずはあのサイドシルのところかな。あれね、あれあれね、あれはすごいね。あれはもう持病だね。でも、あ、そうなの、うん、あのなんかね、ホロから、うん、あのまあ水抜けるんだけど、そこの抜けが悪くて錆びるらしいんだわ。だから穴開くんだ。穴開くみたいだね。これがどいつどうやって穴が開いたかは知らないんだけど、で右側もね穴は開いてないんだけど、やっぱね錆びてる。あ、そう、うん、だから同じところ、そうで、うん、だいたい直すのに、まあ、左右で15から20ぐらいかな。板金か。まあ板金だね。そんな感じだね。そう、まあちょっとあの絵でね今見てもらったと思うんですけど、サイドシルに穴が開いてるんですよね。で、それって原因っておそらくそのホロのところから水が漏れてきてしまって、そこに溜まって開いてるのではないか。で、合ってる？合ってる。合ってる。そう。あの、ね。ちょっと今ホロ開いてるんで分かりづらいんだけど、ホロ閉めると、ああ、こっから水が抜けてくんだなって分かるようになってて、そっから下に落ちるんだけど、あのそこの抜けが悪くて多分水溜まっちゃうんだよね、全部抜けきらないで、で腐食しちゃうんだ。腐食しちゃう。対策ってあるの今？どうなんだろうね。なんかちょっと俺も詳しい構造見てないんだけど、穴ひちょっとその抜ける穴をでかくすればいいのか。そうだよ、ね、うん、単純に溜まっちゃうんだったら穴開けてとか。そうだよね。もともと狭いのか分かんないけど、まあでも NA、NB だけで、まあ NC とかはそういうことないから、うん、まあただ割とこう中古車とかで買うんだったら多分見といた方がいい部分だと思うね。あのサイドステップとか車外でつけてたりして見えない場合があるんだけど、 あの蓋開けたらグズグズじゃんみたいな、そういうのは全然ありえると思う。そうだね、うん、これもなんかもともとサイドステップ確か前のオーナーはつけてたんだけど、前オーナーによって取り外されて、だからボロい部分が見えてきちゃった。外したことによって。外したことによって、まああんまり走りに影響出ないから外しちゃったんだと思うんだけどね。なるほど、ね。そう。はい。で、他にそうだな、ボロいところある？まあ、全部ボロいよね多分。あとね、ドアも開ければわかるけど、あの錆びてる。そうだよね。いろんなとこ錆びてるし、ここのなんだサイドシルのところのロードスターっていうなんだろう、あのメッキのネームプレートみたいなのも、ね、嘘、錆びてる、ぐさぐさになってるよね。錆びてる。錆びてた、錆びてた。まあでもさ、この車ってさ、そのピカピカにして乗る楽しさもあるし、そうだね、完全これはもう走りに振り切った車。まあミサイルってわけでもないけど、ミサイルではないんだけど、うん、でまあ結構綺麗に乗りたいんだったら、まあ、あの今は割と NA とかがやっぱ綺麗にして乗ってる人が多くて、で値段上がってるよね、中古車の相場が。 ND はめちゃくちゃ安い、特に前期は安い。でもリフレッシュパーツ出てるでしょ。あ、そうパーツは当然出てる、ね、出てる。だからパーツがなくてなんか直せないみたいなことはないね、うん、で、なんだ、まあでもさ、買うんだったら絶対後期がいいのかな。タイム出したいんだったら後期乗ればいいんじゃないかな。街乗りでも、あの、そう、これさっき乗った僕 NB8 の後期は乗ったことあって、前期乗るの今日初めてなんですけど、結構エンジン遅いんですよ。20馬力ぐらい違うからね。NA6 に似てるぐらい遅くて、あ、前期こんな遅いんだって思うぐらい遅かったんですよね。だからだし、街乗りでもやっぱりトルクある方が楽だと思うんで、今買うんだったら年式的にもやっぱり後期がおすすめだよね、うん、
後期だと値段が結構高いね。そうだね、もう前期より全然値段高いし、NC の前期よりもう NB の後期の方が多分高い。そうなんだ、相場的には。へー、うん、まあ NB でも徐々に落ちつつある。ああそうなんだ、うん、最近の人たちはやっぱ86とか行くんだろうけど、ほら僕らの年、ね、もうちょっと若かった頃はさ、やっぱ NB とかさ、うん、シビックもまだ安かったし、安かった安かった、スカイラインも安かったでしょ。安かった、ほんとゴミみたいな値段で売ってたんだよ ね、 ね、いっぱいあったよ ね、 ね、うん、GTR も安かったもんね。まだそうだね、サンサンとか安かったね。安かったよね、100万円台普通にあったの。あったあった。そうそう、だから結構その今の30代ちょいちょいぐらいの人たちは結構乗ってた人多いと思うんですよね、うん、で、じゃあちょっと一応ね、一応いじってるところも見ますよ。パッド何これ。パッドが前後で違くて、どっち集め車だな。ごめん、あのね、まあそうなんだわ、あのね、まあ車買ってから一回もパッド変えてない。オッケー、スポーツパッドが入ってるんだね。スポーツパッド入ってる。で、どっち、フロントが確かエンドレスのタイプ R。はいはい、はい、で、ケツがプロジェクトミューの HCCS か B スペックだと思う。あー、すんげーバランスだな。でもバランス取れてたでしょ、うん、悪くないでしょ、うん、そう B スペックじゃないじゃん。多分 B スペックだと思う。リアそんなロックしなかったもんね。そうだ、HC 系ってすぐ立ち上がるからな。そうだな。なるほど。で、タイヤがブリヂストンのRE11S の R1 コンパウンド、硬いやつね。うん、硬いやつ、耐久用だね。はい、まあ、練習、これでもいいよね、練習車なんで、うん、まあ、まあ練習車ってことで、うん、まあ、熱、タイヤが熱だれして終わっちゃったらそこで終わっちゃうから、うん、まあ、ずっと練習できるように。う、ね、まあ、あとタイヤも長持ちするんで、硬いの入ってます。 11S ってまだ買えるの。あ、売ってる売ってる売ってる、全然売ってる。ただタイム出すんだったらもうラジアルの 71R とかの方が早いんじゃないかな、まあね、うん、そうかもしれないね。でもね、この練習用タイヤとしては今日乗ったけど全然いいね、垂れないし、うん、ずっと走ってられるし。そう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 。で、やっぱそれなりに食うから安全だよね、うん、安全安全。あの滑り出してからが結構おとなしい部類だと思う。そう、だからあれよ、さっき僕これで走っててオーナーがだいたい37秒3ぐらいのタイム出してたの。だから僕もそんくらい出したいなと思って一生懸命走ってたらそのくらいのタイム出たの。出て、これ富士のショートコース走ったことある人だったら分かると思うんですけど、1コーナーってあのコントロールライン過ぎてすぐ1コーナーじゃないですか。だから僕、わあタイム出た、やったって言ったら突っ込みすぎてふわーって巻いたんですよ。巻いたけど、まあ、別にリカバリーはできるんですけど、その何て言うんですか、タイヤがグリップすごいから巻いても全然危なくないですよ。そっから危ない挙動になるってことなくて、ふわーっつってケツ出てカウンター出てよいしょで終わりっていうぐらいだったんですよね。だからやっぱり、グリップがあってかつ耐久性の高いタイヤっていうのは、練習用にはうってつけですよねって思いました。はい、一応マフラーも変わってるでしょ。マフラーはオートエグゼ。あ、マフラーはオートエグゼ。オートエグゼ。駅マニとかノーマル。駅マニ関係はノーマルだね。テールピースまでノーマル。なるほど、うん、よし、じゃあちょっと一番金かかってるインテリアを見ていこうかね。はい、勝手に座っておりますが、やっぱりこの車両内装が一番お金かかってると思われます。まずですね、バケットシートがレカロの、これは RSG TSG。 あ、TSG。 お、TSG 珍しいね。 TSG です。結構みんな RSG が多いよね。そう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 。おー、懐かしい。 TSG が入ってて、ステアリングもモモのプロトタイプって書いてある。変わってます。で、ロールケージ、ロールケージはどこの。奥山だね。奥山のロールケージが6点6点これ、はい、入ってて、で、後ろに走ってるバーに、ね、4点用のアンカーというかアイボルト、うん、アイボルト用の、ね、加工がしてある。あ、変速6点みたいな感じ。うん、変速6点というか、ちょっとお店側がやったのかな、多分。へえ。ちょっとロールケージのことは私よくわからない、うん、まあ、はい、鉄の、奥山のロールゲージ、はい、普通の。あ、鉄なんだ。黒森とかじゃなくて。黒森じゃなくて鉄で、ちょっとね、変わってるのはね、基本的に上の側全部スポンジになってるんだけど、足元だけゴムになってる。あ、本当だ。そう、ボロボロにならないように。あー、擦れるから。そうそうそう、そこら辺はお店の気遣いみたいなところがあるかな、分けて。なるほどね、よくトーヒルとかして、まあ、当たったりとか、まあ、乗り降りしてる時に足擦れると、まあ、スポンジ簡単にボロボロになっちゃうんで、うん、そういうところ。トーヒル。トーヒル。
ヒールトゥーじゃなくてトーヒル、トーヒル、トーヒル、まあまあまあいいやで、3連メーターはどちらのですか。デフィ。あ、デフィ、あ、デフィ、デフィ、デフィだ。うん、なんか結構クラシカルじゃん。あー、なんかアドバンスドなんとかって書いてあったね。ブラックフェイスのじゃない。そんぐらいか、ついてるのは。あとはね、シフトノブがオートエグゼだね。なるほどね。でね、これはね、カーペットが新品。そうだよね、綺麗だもんね。え、カーペット新品、これ？そう、あの茶色いやつね。ここでしょ？うん。そう、なんか綺麗だなと思ったの。そう、カーペットは、そう、前オーナーが新品入れてくれてて、そう、え、ちょっとね、匂いとかもね、うん、前オーナーが乗った時はすげえ匂いきつかったんだけど、カビなのかな、タバコなのか分かんないけど、そう、なんか買った時から前の前オーナーが買った時から匂いがきつくて、で、だからホロとかカーペットも変わってる。ホロもだから綺麗。タバコの匂いって結構つくよね。つく、取れないね。タバコやめてからタバコの匂いがよく分かるようになったよ。俺もタバコ吸わないからさ。そうだよね。そうで、だからじゃあこれあれだ、もし下手したらさ、外側のパーツ綺麗に変えたら結構よみがえる感じだと思うよ。うん、うん、ほら一応走ってる車だから、まあバンパーとかちょっと傷入ったり、まあ、あのサイドシール腐ってたりとかあるけど、うん、まあそこちゃんとすれば割と乗れるかな。うん、うん、そうだね。あ、っていうかさ、遅く感じたのってこれのせいじゃね。これ 2,30 キロあるでしょ。うん、まあ、まあそこそこあるでしょ。これ取ろうよ。いやー、安全上まずサーキット走るのにロールゲージは必要。あの富士のショートはね。あ、ダメなんだ。あの NC とかはなくていいんだけど、あのシートの S2 とかもさ、シートの後ろに入ってるじゃん。ひっくり返っても大丈夫。そう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 、これはないからロールゲージが必須で、そう、でここだけつければいいんじゃない。4点以上だから、まあ一応前側いらないんだけど、まあ安全上あった方が、まあね、タイム求める車じゃないっていうのが、そう、あのこの車の大前提。いいこと言うね。うん。で、やっぱ自分自身もそのタイムを求めてて、まあ求めてて、まあ車はそういう車を作ってた時があるんだけども、やっぱそれと真逆のスタイルでやりたかったっていうのがあるから、どっちかっていうとそういう耐久性であったり、まあ、安全性であったりっていう、あとはエアコンが効くとか、はいはい、まあ、そういった快適性、あとは冷却とか、まあ、そういうところをちゃんとして、何もこう今日壊れるんじゃないかっていう思わずに走れるように作ってる感じ。いいよね。俺自身の時毎回今日こそ行くんじゃねえかと思ってたから。わかる。まあ、じゃあとりあえずちょっと走り行こうよ。走り行く、ドライブ行こう。うん、カメラ撮る。カメラを今から撮ります。はい。じゃあ、まあ、早速、うん、NB ロードスター乗ってるわけですけどもね、若干のトラブルがありましたので再収録しております、はい、で、そうだね、これが S タイヤで、まあ、サーキット仕様のまんま乗ってるわけですと。まあ、減衰が、うん、一番ハードから7段戻しぐらい、うん、なんかさ、乗り始めた時は硬いなって思ったけど、うん、割とすぐ慣れちゃうよね。まあそうだ ね。で、実際ね、やっぱこれ S タイヤってすげえ乗り心地悪いから硬いしさ、うるさいし、これが案外普通のタイヤにすると全然乗れる。だし、さっきよりはさ、うん、やっぱ冷めてきたから。あ、まあそれもあるね。結構転がってる感もある、うん、そうだよね、S タイヤ硬いもんね。硬い。ランフラットだもんね。いや、ランフラまではいかないけど、でも普段履きはおすすめしないね。そうだね。あ、だからメーカーがいかにこう静粛性とか転がり抵抗とかを考えて普通のタイヤ作ってるかよく分かる。あの、それらを全部ガン無視してグリップに振るとこうなるんだなっていう、うん、よく分かる。ガン無視して、ガン無視。インプレッサー乗ってた時に、うん、まあちょっと夜な夜なドライブするのが好きだったのよ。あ、ブーンって走ってたら、あれ今日まっすぐ走んねえなと思って、なんでだろうと思ったらスローパンクチャー起こしてて、あ、そう、あの S タイヤが空気圧1本0キロになってたんだけど、でもね、普通に走れた。あれ、それね、25540の時。そうだね。これ多分ね、19560だからね、ちょっと感じると思うよ、さすがに。そう、だから僕の中では結構 S タイヤはね、ランフラー、ランフラー。なんかさ、ここエアロボードみたいなんじゃん、ロードスターって。あー、あるね。これないけどね。これないよね。
ないけどそんな風の巻き込み感じないのってさ。あーまあ今あんま速度出てない。まあでもサーキットの時もそんな感じなかった。感じなかったね。あの NA すごかった。あそう、うん、NA は60キロぐらい出すともうわーってなってたけど、あこれ結構平気だなっていう。あそうだね。今こっち側も助手席側窓開けてるんだけどさ、うん、それのせい？いやわかんないけど、そうだから案外涼しくねえ時あるんだよ。あんま風が巻き込まないせいで逆にね猛暑日とかにオープンにしてもね何も。あ、うん、でもこれがさ買った金額から考えたら全然ありだよね。そうだね、うん、だってデフィのメーターだけで1個2万以上するもんね。バケットで10万ちょいぐらいでしょ。うんまあそうだね。ロールゲージだって高いから ね、うん、でカーペットは新品ですか。カーペット新品。ホロも新品。ホロも新品。だから綺麗だったんだ。そうそう。なんかだんだん天気が怪しくなってきたけど、ね、山の方は曇ってるけど大丈夫かな。あ富士すぐ雨降ったりするからね。そうだよね、さっきも一瞬降ってたもんね。降ってたね。いやでもさやっぱ初めて乗る車でロードスターっておすすめだと思わない？まあそれは ね思う。まあちょっとこれは年式が古いから税金関係ちょっと高いんだけど。あそっかそっか。そうこの間この車検通した時重量で 37,800 円だったからね。そんな。うん。NB 後期とか NC とか ND っていうのは絶対ありだよね。ありあり全然ありだと思う、ね、てかねロードスターのいいところはやっぱ壊れないね。あんま効かないと思う、うん、で変にやっぱタイムを求めようとする車でもないっていうのも、うんそうだね、個人的にはいい部分だと思ってて、うん、やっぱこうホンダ車みたいにこうパンチのある NA とかだとやっぱこう、まあ、実際タイムも出ちゃうしやっぱより速くより速くってなりがちなんだ。そうだなんだけどねこれは正直あんまそういう風にならない感じかな、うん、ロードスターはロードスターっていう感じだから、うん、だからある意味遅くても許されるいい個人的にはいいスポーツカーだと思う。そうそう街乗りとスポーツ走行とその他みたいなところがいい感じにオーバーラップしてるんだよね。いい感じにしてるなってるね。そうそうそう本当にで、まあ、NB 前期に至っては別にレギュラーガソリンでいいしね。あそうだねそうそうそうこれレギュラーガソリンでもいい。だからランニングコストはね安いと思うね。ブレーキも減らないしタイヤも減らないしね。ね、うん、で軽い壊れないっていう、うん、エンジンなんてね耐久性抜群だし。これね16万キロの奈良市が終わってるからね。奈良市がやっと終わったところですか。やっと終わったところだからね。燃費とかどんくらいなの。燃費はねそんな良くないと思う。ああやっぱねリッター10ぐらいじゃない。あ悪いじゃん。悪いよ燃費は。悪い燃費はねあんま良くねえ。でもオイルとかさタイヤとかでさ本気で燃費仕様狙ったらそこそこ行くでしょ。ああまあそれなりに、まあ、走り方次第では行くと思うけど、ね、ちゃんとやれば行くよ、ね、うんまあそんなに燃費を気にして乗ってないってのもあるんだけど。これ結構これデフが泣いてるの。いやタイヤ。タイヤ、うん、すげえな。だからこれがアイスタイヤですよ。久しぶり、うん、こんな泣く。こんな泣くんだよ。そう、うん中古タイヤでバランス取っちゃったからちょっとバランスも良くないのかもしれないけどね。結構タイヤカスついた状態で組んでバランスかけちゃったからで今タイヤカスとかが取れて多分バランス狂っちゃってまあちょっと乗り心地の悪さとかもねあるのかもしれない。カスが飛んでっちゃった、ね、カスが飛んでっちゃって。そうこれなんかね負けず嫌い選手権とかやったら面白そうだよね。そう車消耗しないしね。でもさ結局同じぐらいのタイムでまとまっちゃうんじゃないの。乗りやすいからね。変に差はまあ癖がない分差は出にくいよね。あ、うん、今日もだって結局同じタイムでしょ。同じぐらいのタイムだったもんね。まあ俺5周しか走ってないけどね。いやあなたオーナーでしょよ。オーナーでホームコースでしょ。5周しか走ってないからさ。だってあなたシビックのベスト何秒。ショートは31秒の7だったから早いじゃん、うん、まあでもこれも結局そういうなんかタイムアタックの練習も兼ねてる部分もやっぱあってやっぱ乗ってすぐタイムを出すっていうのが、うん、やっぱ慣れてからやっぱタイムを出すにやっぱ遅くてやっぱすぐ出すっていうのが出す練習にも使えてるかな、うんうん、そっかまあある意味今日はそういう比較ができても良かったかな。ショートはねやっぱ遠赤カットだとかそういう、うんまあちょっとね、ちょっと独特なのあるよね。攻めるところがあるよね、うん、どこまで行って大丈夫ですかみたいな。結構この車はどこまで行ってもまあ車が壊れることはないよっていう。そうだね、うん、さ
さ、やっぱ NA とか NB ってさ、アームとか全部オーバーキャパで設計してあるんだよね、確か。だと思うよ。そう、だから壊れないんだって。そう、 S2 とかだとさ、あのアーム折れるじゃん。あ、らしいね。リアでしょ。そうそう、だから太いタイヤ入れると折れるとかさ、縁石使うと折れるとかさ、で実際なんかレースとかね、折れたのとか見たことあるんだけど、だからみんなアームの予備を持ってきてるとか、まあ、そういう不安と戦わなくていい壊れる心配しなくていいっていうのはいいよね。だからロードスターとかさ、トヨタの JZ 系とかさ、そうだね、ランエボだとかさ、壊れないじゃん。壊れないっていいよね。まあ、車を買う上ですごい大事な部分だと思うあのこれからサーキットガンガン走りたいって人とかは、そこは正直俺一番重視してもいいとこなんじゃないかなって思うね。タイムよりもあれやっぱ続けることがやっぱ大事だから。そうあのタイム出たけどもう壊れたばっかでお金が続きませんみたいなことだったりするじゃん。いるよね。俺の知り合いに一人いるんで、青い S2000 乗ってるやつが。ああ、彼ね。ねえ。彼続いてるけどね。続いてる。パワープレイ。彼続いてるけど。早いのにさ。早いし上手いんだけどね。うん、車が壊れる、ね。車が壊れてるね。普段乗りも S2 だからね。そうそう。ということで今回はこの、オンボロロードスターを紹介しました。いやでもやっぱね、改めてロードスターっていい車だなって思います。はい、本当なんだろう、だからロードスターって僕いつも言うのは少数の美学だって言ってるんですよ。これでいい、このパッケージングで十分、これ以上のパワーとか太いタイヤとかそういうのを入れなくてこれだけでいいんですよっていうのが多分ロードスターの魅力だと僕は思うんですよね。車の楽しさを手軽に知れる車っていうのかな。まあそうだね、まあマツダも言ってることだと思うんだけど、そういう運転する楽しさみたいなのをやっぱちゃんと形にできてる車なのかな、ね、やっぱりマツダもずっと NA から続けてこれてるっていうのはやっぱ車の価格であったり、やっぱロードスターにしかないものがやっぱあるからなのかなって思うね。でやっぱロードスターだけにしかやっぱないものって絶対あると思ってて、ロードスターに対抗しようとしてた車って結構あるじゃん、MRS とかさ。でもああいうのって結局それ続いてないだからやっぱロードスターにやっぱあって、 その他にはないものがあるのかなっていう。だって結局世界で一番売れたオープンカーでしょ。まあそういうことになる ね、だから本当多分ね、世界中の人がこれでいいんだっていうことだとを受け入れてるんだと思うし、まあ、今日改めてロードスター乗らせてもらって、やっぱり綺麗に乗るのももちろんいいと思うけど走るにもいいっていう、でもあえて僕はやっぱ走り屋だから走り方向で切っていきたいなと思うわけですよ。そうだね、はい、なのでそうだね、これからロードスター買う人おすすめは ND か NC あたりか。やっぱり NC の前期は値段が結構落ちてるから、そこら辺はおすすめかな。まあ、ただNC は NC でやっぱ後期になって進化してる部分も当然あるので、買うならちゃんといろんなモデルを下調べして、ね、自分のニーズに合ったロードスターを買うっていうのがいいと思 う、ね、もう自分の場合は
単純にまず安く欲しかった。で、壊れないで欲しかった。で、そう、安くその壊れないってのが欲しかったからこれにした。まあ一番は多分値段かな。うん、やっぱこの値段だと多分 NB の後期も多分買えないし、 NA も当然値上がりしてるから買えないし、だから NB の電気ってのが多分自分のニーズだったかなっていう、うん、だからもうちょっとおしゃれに乗りたいとか、もっと快適に乗りたいとかだったら、あのやっぱ NC の方が個人的にはいいと思う。そうだね、もしこのある程度スポーツドライビングっていうのを視野に入れてるんだったら NB 後期以降で好きなのを選べって感じかなと僕は思います。そうだね、タイムとかちょっと速く走りたいんだったらやっぱ後期の方がいい。そうだよね、うん、で壊れなくてもいい、ただ楽しく走れればいいとかだったら、まあこういった前期でも街乗りメインだったら、うん、多分どれでもいいの。どれでもいい、うん、少し走るってなるとやっぱ車面の負担があるから、ある程度新しめの方がいいんじゃないですかね。そうだね、はい、ということでオンボロだけど全然走れる NB ロードスター紹介しました。走れるよはい、このね、僕らの言うボロっていうのはこれ愛着を込めて言ってるんでね、分かってもらえたら嬉しいけど、どうかな、めっちゃ叩かれるのかなはい、ということで、富士スピードウェイからお送りいたしました。ではまた。